こちらでございます。新田神社、もうここにデデンと浜屋のモニュメントがね、はい、神社の境内にデデンとあるわけでございます。まあ、浜屋といえばこちらのお社ですよね。はい、そう、せっかくなので、はいはい、よければ今日特別にその神社に残ってる宝物とかもお時間あればお店をいたしましょうか。いいんですか。はい、あの昭和20年の戦災で全部焼けてしまったんですが、はい、昔からのものが土蔵に入ってまして、新田義彦の直筆の書状とか、うん、使われていた馬の鞍とか、うん、文化財の絵巻物とかが残ってます。え、ご祭神神様が生きてた時に使ってたものとか書いたものが残ってるんですか。はいはい、普段は公開してないですよね。そうなんです。はい、え、特別、今日は特別、特別だそうですあ、こちらですか。うわ、すごい宝物で、はい、開きました。重々しい扉が、うわ、すごいですね。一番最初にやっぱり目に飛び込んでくるのはこちらでございますが、もしかして実際に使っておったという蔵に。よく残ってましたね。はい、川ですごい作りだと思います。あ、これ川製なんですか。はい、川製です。なかなか御祭神の実際に使ってた蔵見ることできないですよ。あ、確かにこれ家紋、はい、それが今は社紋ってことですもんね。はい、だからここでもその今は社紋だけど昔は家紋っていうので、はい、その御祭神と神社のつながりが分かるという。でこれが新田公の直筆の書状になるんですよ。直筆、はい、こちら、はい、だからあれ買おうってことですよね。そうです、はい、まあ、だからサインみたいなもんですよね。はい、まあ、その昔九州の畑の肥前守という武将にこれから力を合わせて足利と戦っていこうというお願いをした文面ということです。うん、あ、九州まで出したやつですか。はい、へえ、まさにこれ今から殴りに行こうぜの、はい、いやいやいやですね。はい、いや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 、またうまいこと言うそういうことですね。そういうことですよね。はい、今からそいつをこれからそいつを殴りに行こうかっていうやつです、これ間違いではないですよね。はい、いや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 の原曲みたいなのがここにありました。はい、へー。でこちらが、お塚の前の玉垣を、はい、この修復した際に出てきたものなんです。あ、出てきた、出てきたもの。へー、だからしっかり掘り起こせばちゃんと何か出てくる、何か出てくるかもしれませんが、お墓なのでね、そこはで御祭神のお墓ですもんね。はい、これもなんかちょっと気になるんですけど、これは東京都の文化財で指定されている縁起の絵巻物で、江戸時代にまとめたのがこのものです。うん、でちょうど今名場面の武蔵野の合戦という場面、へえ、昔で言うともうこれ映画みたいなもんですよね。はい、貴重なものはで太刀も、太刀も、はい、昔ながらのが奉納されたものが、真ん中のがちょうど室町時代の太刀、これは江戸時代に奉納された。普通に宮司が普通にガラスないの状態でおっしゃってますけど、室町時代の太刀なんですか。はい、へえ、すごい。あの品川宮司があまりにも淡々とお話しするので普通に伝わってしまってますけどすごい。こちらなんかいろんな方書かれてますけど、はい、まあ、一応自画像ということで、はい、肖像、肖像、でも顔隠れてらっしゃいますね。はい、かっこいい。だからもうほら矢がありまして、だからお侍さんでってことですけど、要は今で言うも次元大輔みたいなね、目隠れてるけど絶対強いやつこれがあれですか、昔の神社の。そうです、これがちょっと、まあ、色で色彩されてますが、あの江戸名所杖の神社の頃の背景で、はい、でこの茶店でその昔八百屋を売ってた。あ、ちょっと見えます、皆さんこれ鳥居の前にお茶屋さんがあって、そこに矢売ってるのが、はい、分かりますね、ここ。それを2本買って受けて神社に上がって、はい、1本は奉納、はい、
で一本は自分で持ち帰るというのが昔からありましたよって、はい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 、そこに平賀源内さんが来て、はい、それやったらもうこれをお守りにして神社で頒布したらええやん、はいはい、納得でございます。まあ、こうやって見せていただくと、うん、まあね、お侍さんだったんで、太刀の奉納とかね、はい、蔵があったりとかっていうのはあるんですけど、どういった方だったか分かるようなエピソードって伝わってるんですか？その昔、少女の坪根という、はい、まあ、あの女性と仲睦まじかったということから、そのラブ神社っていう石碑が奉納されたり、まあ、拝むとあのいいご縁が結ばれますよっていうことで、恋愛上司の神社としても今は有名になってます。なるほど。戦のこう神様とかご両だけじゃなくて、はい、パートナーを大事にした方だったっていうのが伝わってるんですね、はいはい、確かに。だから女性がね、あの参拝によく上がる縁結びにあやかれるお社っていうのはよく聞きますけど、はい、そういう意味ではご祭神男性で女性を大事にした強い男性だったっていうことから、はいはいはい、男性もね、はい、縁結びで参拝に上がっていただきたいですよね、はい、お力を受けられますし、はい、はありがとうございます。あ、なるほど。先に目が行くのはもうこのラブ神社の印、はい、これはもう今常に押されてるんですか、はい、ラブ神社。そして、あ、御朱印をに被らないようにヤモリの金の印が入ってます。あと、はい、ヤモリを受けたいんですけど、よろしいでしょうか。そちらで、はい、お取りいただければ。はい、じゃあこちらもお受けしたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、皆さん初詣まだという方もいらっしゃると思いますし、あとね、お家から一番近い神社に初詣上がられた方もたくさんいらっしゃると思います。令和5年、本当に幸先いいスタートを切る、神社として改めてね、立田神社に、上がっていただければと思います。品川宮司、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、令和5年水野とうさぎ年、今年もあやかりチャンネルよろしくお願いいたします。